ンポン。わあ、おいおい、なんやなんや。あかりちゃん聞いてくださいよ。どうしたんや、そんなに泣いて。最近ヤンキーの動画出したじゃないですか。ああ、あったな、そんなん。そしたら視聴者の方からこんなことを言われたんです。先生はヤンキーじゃなくてモンキーだろ。お、猿かな。ひどいですよね。あかりちゃんは私のこと猿っぽいって思ってないですよね。思っとるわけないやろ。今すごいまたあった。そんなことないわ。なあ、スイナちゃん。先生は猿じゃないです。猿。猿じゃないウッキー。ヘイモンキー。ウッキー。さっきから口調が猿に歩み寄ってんの何なの。どうしたら猿っぽくなくなりますかね。うん、やっぱり猿ってせわしなく動いてるイメージがあるから、落ち着きがあるところを見せたらええんやないか。落ち着きガールのところ。誰もそんなアクティブガールの話はしてねえんだよ。落ち着きや、落ち着き。動くな。飛んじゃボケ。だって暇なんだもん。君は暇なら顔を空間移動させるのかい。動くない、ウトロンや。うわあ、和むことなき猿。やだ、めっちゃ動きやすい。お前もう猿でええやん。